あタイ好きだなっていうシンプルな理由で一晩考えて妻に次の日タイ好きだからタイで働こうと思うんだよねっていう話をしてタイで会計事務所やりたい人いないですかってたまたまつぶやいてるの見てなんだこれはっつってすぐ連絡してであなた今自分で選べるんだから好きな国にしなさいというような、まあ、裏メッセージみたいなのが奥さんあって皆さんこんにちは、あずさ書院の前田です。そしてタイの会計事務所 J クラウン代表の森場と言います。よろしくお願いします。はい、本日はゲストの森場さん来ていただいております。今回弊社から出版させていただくタイで見つける最高の働き方の著者でございます。もう森場さんはもうタイで起業されてもう何年、2013年からなんで8年ですね、はい、はい。日本を飛び出してこうタイで活躍されている森場さんにお越しいただいてですね、タイで見つける最高の働き方って何なのかこの辺をちょっといろいろ聞いていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。いや上げていかないとな、そうですね、上げていかないといけないですね、はい、最高の働き方ですね、はいはいはい、そうですね。先ほどタイで起業しても8年ぐらいということだったんですけれども、はい、なぜまたタイで起業しようということになったんですか。そうですね、海外で働いてみたいっていうのは一番最初で、はいはい、最初の会社で働いてた時に一回僕会社を辞めてた時期があって、はい、その時に世界一周旅行に出てきて3ヶ月ぐらい、それでまあ海外でいつか働いてみたいなっていうふうに思ってたんですね、はい、2個目の会社に入った時も海外で働くことは結果的にはできなかったんですね。なるほど。で次こそは海外で働いてみたいっていうのが一番最初でして、それでまあ海外の中でどこだろうって考えた時に、当時日経新聞とか読んでたら、まあ、ASEAN が今熱いと書いてあったんで、単純に僕は ASEAN が熱いんだみたいな、で ASEAN だったら仕事ありそうだなと思って、それでその中でじゃあ ASEAN でどこにしようかなっていうふうに考えたんですね。ほとんど行ったことなかったんで、いろいろまあ就職活動したり、まあ、その国に行ってみたりしたら、フィリピンなんか内定もらったんで、そこで働こうかなって思ってたら、まあ、妻に、いやなんでフィリピンなのって話になって、いやなんでちょっと泣いてもらったしって言って、まあ、泣いてもらったのはいいんだけど、フィリピンでやる理由がないんだったら続かないと思うよって妻に言われたんですね。ASEAN で続く理由、って考えた時に、まあ、タイ好きだなっていうシンプルな理由で一晩考えて妻に次の日タイ好きだからタイで働こうと思うんだよねっていう話をして、はい、あいいじゃないと、はい、でその時別に就職先も決まってなければ何をするかも決まってなかったんですけど、まあ ASEAN の中だったらタイだよねって話を2人で話して、はいはい、まあ、そこからご縁が巡ってきてタイでやることになったっていうのが、はい、まあ、タイを選んだ理由っていうか、まあ、はい、ASEAN が一番最初だったんですけど、はい、なるほど、はい、元々フィリピンで内定決まってたんですか。決まってた、はいはい、ちょっとフィリピン違うねっていうなしになって、それ で、はいはい、でタイかなって言ってたら、次の日、まあ、仕事中に Facebook 見てたら、まあ、会計士の先輩がタイで会計事務所やりたい人いないですかってたまたまつぶやいてるの見て、なんだこれはっつってすぐ連絡して、夜先輩に会いに行って、妻と一緒にタイで会計事務所の代表やってくれる人いないか探してんだよね、それで、あ、やりますっつってすごいタイミングですね。すごいタイミングで、はい、まあ、会社勤めてたんで、まあ、やめますって言って、はい、奥さんのアドバイスすごいですね。そうですね、一晩考えてやっぱタイだって普通だったらえって言うと思うんですよ。そうですね、ちょっとなんでタイなんてなると思うんですけど、はいはい、でもタイ好きなんでしょうと、はい、そうですね、まあ、妻は商社に勤めてたので、当時、やっぱり商社の方って自分で国選べないんですよね。あなたはこの国行ってくださいってなるんですよね、はいはい、でほとんどの人は、まあ、その国の現地のことは学んだりしてやれるんですけど、まれにその国が合わなくて、まあ、うつ病とかになって帰ってきちゃう人がいるらしいんですよね。なるほど、はい、であなた今自分で選べるんだから好きな国にしなさいというような、まあ、裏メッセージみたいなのが奥さんはあって、はいはい、せっかく自分で選べるのに泣いてもらったなんて理由じゃなくて自分で選びなさいっていう感じだったんですよね。はあ、はい、なるほど、タイでやってみようかなと思われて、はい、今もう8年経つというか、まあ、8年好きだっていう理由でタイに決めてよかったなっていう思いが、よかったですね。なんで今回本を書きたいと思いましたし、はい、まあ、タイに僕こだわってるわけじゃなくて、はい、あの海外で働くってどんな感じですかとか、はいはい、実際海外で働きたいんですけどどこがいいですかねとか聞かれることってあるんですよ、うんうん、タイはいいんだけどそれは僕の例であって、はい、好きな国でやった方がいいですよって僕はあのアドバイス求められたらそう答えるようにしてます。好きな国がもしないですとかって言ったら多分決めない方がいいしやらない方がいいのかな。好きっていうのを軸にしてこう働くことが大事だっていう、まあ、今になって思われるってことなんですけども、そうですね、はい、うん、まあ、本の中でもちょっと触れていらっしゃいますけれども、うん、好きで選んだ方がいい理由というか、はい、好きでもないけどやってきて仕方なく仕事してるとかって相手に伝わるもんですね。それはすぐ分かります、ね、そうです、一瞬で分かりますね。あ、その好きを大事にして仕事をされるっていうのはそういう面では非常にいいところがある。そうですね、日本でいう好きを仕事にするとかともまたちょっと軸が違ってるなと思っていて、日本だと今好きを仕事にするって話って結構上がってると思うんですけど、はい、単純に住めない、日本じゃないから住めないってのがまず一つですね。あ、なるほど。でもちろんその相手あっての
話で、ものすごい好きとは言わないまでも、はい、嫌いな人には単純に嫌われる、うん、はい、住むのに居心地が悪い、はい、相手には嫌われるって最悪じゃないですか、はい、しかもそれ外国って感じで、はい、自分のホームでもないって話なんで、まあ、続かないですね、はい、長く続かないっていう結果になる方もいらっしゃいます。タイでもいらっしゃいます。タイが好きじゃないとか、まあ、好きじゃない結果として相手にも好かれない結果として、まあ、事業がうまくいかない、人がやるもんですから仕事って、だから物が良くてもうまくいかない方もたくさんいらっしゃいますね。人に売ってもらったり、スタッフの方にやってもらったり、また現地の代表の方にやってもらうってケースもありますけど、はい、なるほどなるほど。今回はタイで実際はお仕事された森場さんの、はい、タイでの実例というのを、まあ、参考にしていただければというところで今回の本を、はい、まあ、出発いただいていると思うんですけれども、はいはい、まだまだですね、あの深いこといっぱいありそうなので、ちょっとまた次回の動画でですね、いろんなことをお聞きしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ありがとうございます。